極戦第1シーズン最終回をちょっとだけ楽しく見る方法。イエーイ。ギフト矢野さんです。よろしくお願いします。どうも、褐色の男性ギフト矢野です。お願いします。矢野さんはですね、僕が一人コント、お笑いをやってる、時からの後輩で、はい、まあ、ギフト矢野くんはもう今、ピン芸人として、はい、活躍中ですけれども、僕はもう今、裏方で、下北沢、東京下北沢で、映像の制作会社をやってるんですが、2002年の極戦第1シーズン、では、18年前、今から、その時は生物教師、大山はじめ役として、私、大熊代が出演しておりました。はい、いや、ありがたいです、本当。僕が知ってる限りの、出演者のみんなのちょっと裏話を、ここでして、あ、そういう背景があるんだ。だから、うん、最終回、ちょっとまた違った角度で楽しめることを皆さんに今日お伝え、できればと思っております。すごい。はい。いいんですか？よろしくお願いしますね、矢野さん。職員室にいつもいるキャラクターで。存在感強めのね。いやいやいや、もうね、はい、再放送やってるから僕もいつも見てるんですけど、はい、まあ当時は、とにかくカメラの見える位置に、はい、出演者と出演者の、まあ、間をかき分けて、映るところに行くように頑張ってたんですよ。はい、実際にオンエア見ると、もう自分でも、もう大反省。まあね、まあ演技がうるさい。松潤さんが、松潤さんがね、俺尖ってた時期あった、確かにって言ってて、それいつの頃って言って、うん、まあ言うなら極戦の頃かなって言ってたんですよ。あ、なるほど。はい、松潤さん、もう今となっては松潤さんなんだけど、松本さんなんだけど、当時、その当時は、もう本当にね、もう勝手ながら、一応年上なんで僕が、はい。まっちゃん、まっちゃんって、まっちゃんって呼ばせてもらってたの、俺。マジで。仲いいですね。いやいや、今ではもう考えられない、もう、はい、松本さんももちろんね、スターになったんで、大国民的大スター。その頃から大スターなんですが、はい、はいはい。まっちゃんって呼ばせてもらってて、だから当時、松潤くんが尖ってるってイメージは僕の中ではないです。ああ。いつも仲良くしてた、仲良くさせてもらってた。なるほど。うん。なんか、尖ってるっていう言い方あれかもしれないですけど、なんか自分でも生意気だったな、ぐらいの言い方だったかもしれないですけど。へえ。ああ。そういうことを言ってたんだね。で、持ってるじゃないですか、いつも。うん。あれはもう、虫かご、はい。生物の中に、その中にハムスターも、実際に入ってるんですけど、これは、極戦の、衣装合わせの時に、はいはい、その生物の教師役なんで僕が、はい、虫かごとかも持って、ずっと、はい、持ってやるキャラはどうですかって提案して、自ら。そう。本当はそんなことを言っちゃいけないかったかもしれないんだけど、はい。で、ハムスターを入れてって言って、こういうのどうですかね、やらせてくれませんかって言って、監督さん、プロデューサーさんから、あ、いいですねって言われて、で、ああいうキャラクターをつけさせてもらったの。よーい。スタート。3、2。はい。かっこいいね、松潤くん、やっぱり。顔小さいですし。いや、そりゃそうだよ。すごいですね。スターだな。僕と松潤くんの勝手な自分的な出会いは、はい。まだ松潤くんともうこういう共演したりして、知り合いに なる前。はい。当時、極戦も、条約で僕出させてもらってて、はいはい。金田一少年の事件簿も、もう、松潤くん主役の時。犯人に疑われる役で出させてもらったんですよ。マジっすか？極戦でも金田一でも一緒だったの、松潤君とは。まだ知り合いになる前に、はい。テレビ局で、たまたま一緒になって、はいはいはい。で、その時もう俺、わ、嵐だ。わ、はいはい、松本潤だって思ってたの。はいはいはい。で、エレベーターに一緒に乗ってたの。おぉ。で、他のスタッフの人もいるよ、もちろん。はいはいはい。で、俺も乗ってて、そしたらさ、普通さ、エレベーターに乗って、スタッフの人がこう、出るとき開けるやつこうやるじゃん。
止めてくれますよね。そう。松潤さんがこう、やって、みんなを出してくれて。すげえ。いや、嵐の松潤なのに、そんなことしてくれるんだと思って、そのエレベーターは、の出るときは一番キラキラした思い出ですね。僕の中で。過去のいろんなエレベーターよりも。過去のいろんなエレベーターの中でも。いや、それは。一番思い出がキラキラしてる。そりゃそうですよね。ちなみに今の話聞いて僕も過去一になりましたから。エレベーターの話で。本当に？いや、表もかっこよくて、そういうオフの時もかっこいいのみたいな。それも真のスターですね。いや、すごいよね。生瀬さんがね、面白いんですよ。ギラギラしてますね、調子から。いやー、素晴らしい。大変お世話になりました、生瀬さんにも。あ、本当ですか？うん。さあ、小栗旬くんも成宮くんも、輝いてますね。すごい。覚えてます。あの、成宮くんとはですね、家がと、はい、当時近くて、うん。で、下北の駅から、一緒に帰ってました。うん。で、結構僕歩くの好きだったんで、はい。30分ぐらい歩いたりして、で、成宮くんが、いや、お子さんこんな歩くんですかって言われて、それ覚えてます。あ、ちょっと歩こうよって言って、うん。こんな長い距離歩いて帰ってるんですか、いつも、みたいな。それ覚えてます。大隈さんはこのドラマの中で一番誰と仲良かったんですか？あ、でも、俊くんです。小栗俊くん。うん。マジっすか？俊くんと本当にもう撮影の旅にご飯行ってましたね。小栗俊くんが当時言ってたのが、はい。毎日朝出かけるときに、俺は、一個目標を作るんだ。小栗旬くんが言ってて、そうなの？どんな目標？例えば、今日は、中目幸恵さんと仲良くなるとか、今日は監督さんとこんな会話をして、演技の話をするとか、一個目標、小さな目標を立てていくんだって。家出るときに、はいはいはい。そんな流れの話をして、今日は一郎ともっと仲良くなるっていう、目標立ててきたんだよって言ってき、話してくれたの。かっこいいじゃん。嬉しいっすね。いや、嬉しいし、かっこいいし、なんて素敵な考え方なんだろうっていう。で、この間、俳優の和田くんと、はい。吉木里沙ちゃんの結婚式で、はい、はい。10年ぶりぐらいに会いました。極戦の打ち上げで、中澤裕子さんが、モームスのカラオケを歌ってくれて。もうみんなで大盛り上がり。それ、俺はすごいサービス精神。いや、すごかった、あれは。最後、極戦の打ち上げがあって、その後、生瀬さんのご自宅での食事会もあったのよ。それで、その時、はい、雨が降って、帰り。はい。はい、僕だけ傘持ってて。はいはい。で、みんなパーッと走りながらタクシーで帰ってたんですけど、はい。僕、伊藤美咲さんをタクシー乗り場まで傘を一緒に差して、行ったのを覚えてます、今でも。忘れないですよね。緊張しました。なんか仲いいんですね、皆さん、ね。いや、ほんとみんな仲良かったです。いや、でも松山ケンイチさんも出てるからね。あれ、どこででしたっけ？いや、生徒役で。で、当時、松山ケンイチさんは、口数が少なくて。はいはい。結構影に一人でいるようなタイプで。よく声かけてたの。松山くんって。はいはいはい。当時ね。はい。で、もっと元気出しなよ、とか。言ってたの。大隈さん、そういう人ほっとけないですからね。いや、なんかさ、こう、一緒に話そうよ、みたいな。はい。もう今考えたら、まあ、本当に失礼な。申し訳なかったなっていう。いやいやいや、それはもう当時はもう、チームワークというか。中村圭さん、綺麗ですね、やっぱね。綺麗ですね。
もう、小栗旬くんがかっこいいでしょ、とにかく。まあ、やっぱこの、今後日本を背負っていく人たちはみんなもうここで輝いてる。かっこいい、もうね、輝いてる。ほんとかっこいいの、もう、プライベートもね、小栗旬くんは。はい、みんな売れてんのよ、このドラマ出てる、出た人。本当ですね。中村ゆきりさん、このドラマが始まる、もう数ヶ月前から、アクションの稽古もしてますからね。おぉ。乱闘シーンが多いんで。確かに。結構激しいですよね。そう。中村ゆきりさんは結構、瞬きをしないように気をつけてたというか。あ、意識されてた。なんか、演技の時に。瞬きしちゃうと、まあ、お客さんの気持ちが途切れるっていうか。なるほど。中村ゆきりさんは主役だから、寄りが多いじゃないですか、はい、カメラ。はいはいはい。っていうことは、もう、微妙な表情でもすぐ分かるわけですよね。うん。で、一回パンって瞬きしちゃうと、お客さんの集中力が切れるっていうことで、瞬きしないように意識してたのを今思い出しました。へぇ。この時のね、この松潤くんの、この役どころは、割とこう、ボソボソと物静かな。はい。役柄なんで、はいはい。でも、放送を重ねていくごとに、結構感情が出てくるんですよ。そこがまたね、魅力的な役どころなんですよね。なるほど。熱い、内に秘めるタイプの。そうそうそう。キャラクターですね。そう。でも、最終回で爆発しますから。感情が。楽しみ。最高よ、泣くよ、もう。マジっすか？マジだよ。こういう素晴らしいドラマに出させてもらってたっていうのはもう自分の人生のこの財産ですね。本当に感動です。まあドラマ、脚本もあってドラマではあるんですけど、あの時の、あの頃のみんなは全部本当に真実でリアルなんで。確かに。この感情って何なんですかね、ノスタルジーが、それともエモいんですか、これは。あのね、エモいし、ノスタルジーだよね、ほんとね。これがノスタルジーか。今日、お昼3時10分。もうあと何時間後には。もう何時間後には第11話、12話最終回やりますから。はい、クライマックスノスタルジー。クライマックスノスタルジーいきますよ。